ちの来ていいですか、3分3ラウンド、一応延長無制限になってます、ね、どっちがつくと思うんで、肘なし、スリーのクラブね、いいですか、バックハンドの時肘気をつけて、ね、バッティングローブロー投げも禁止ね、キャッチ1回だから間違いない、パンチでこれダメ、これ気をつけて、全部1回ね、キャッチもあんまコントロールしない、まっすぐ、じゃあ、いい試合です、頑張って、はい、お願いします。Round 1!
さあ、はい、レイ。
それでは集計結果をお知らせいたします。ジャッジ大沢30対29、青秀樹。ジャッジ豊永29対28、青秀樹。ジャッジ永瀬30対28、青秀樹。以上3対0の判定をもちまして、勝者秀樹。この勝利により秀樹選手はウェルター級のベルトに対しての挑戦権を獲得したことになります。現在そのベルトを保持しているのがリング下にいます。今上がってきます。なかなかマイクでは結果を残せていない、このところ残せていませんが、ご自身で自己紹介をお願いしましょう。現チャンピオンです、お願いします。いや、秀樹選手おめでとうございます。まあ、ちょっと普段はね、リング上で面白いことしか言わない僕なんですけど、まあ今日はですね、主役じゃないんで控えめに端的に伝えたいことだけを言いたいと思います。まずは自己紹介から。痛ましくなりますから来ました、ブラックパンサーベイノアです。いやー、まあどうなんですかね、まあ見てて正直内容的にはいまいちパッとしないかなって感じはあったんですけど、まあ僕もリベンジマッチを終えたばかりですし、お互いもっと強くなった状態でこのベルトが上がるような、このベルトの価値が上がるような最高の試合をしましょう。よろしくお願いします。皆さんお久しぶりです。すいません、3年前、まあ、ご存知の方多いと思うんですけど、スーパーライト級下の階級のタイトルマッチまで、行きました。でも、まあ、自分の不注意で、まあ、タイトルマッチを欠場して、ですごい期待してくれてたファンの皆様の期待をちょっと裏切ってしまいました。で、そこから、まあ、3年間ちょっと、まあ、やめようかなとも思ったんですけど、まあ、続けてきてこの間ライジンの方で復帰戦させていただいて勝って、で上の階級ではあるんですけど、次期挑戦者決定戦に挑戦させていただいて、なんとか勝つことができました。そうですね、この場でちょっともちろんベイノア選手に対しての、まあ、気持ちを伝えるのもそうなんですけど、まず初めに、まあ、こうしたしっかりとした場でちょっと謝罪させてください。3年前のことを本当にすいませんでした。頑張ります。で、まあ、僕ベイノア君の試合結構見てるんですけど、まあ、今の状態だったら、まあ、ギリギリ勝てるぐらいだと思うんで、まあ、しっかり練習して、ちょっといつも遊んでばっかなんですけど、今回真剣に集中して練習してベイノア君倒して、僕がライズの絶対王者になるんで、皆さん、
応援の方よろしくお願いします。ありがとうございます。この両者の対決に皆さんどうぞご期待ください。今一度最大の拍手をお送りください。